登録有形文化財の旧石川銀行、橋橋店株式会社石川銀行は、かつて存在した第二地方銀行。通称は、石銀。マスコットは頑張る君。キャッチフレーズは、用もないのに、石川銀行。本店は、石川県金沢市高林坊にあった。中世、近世から存在した。 資金融通を起源とする北陸無人会社が1951年の総合銀行法施行で、歌手総合銀行に転換、1989年から普通銀行となる。トップは創業者一族の高木博氏から、長男、しげるに引き継がれた典型的オーナー企業であった。2000年8月6日に経営破綻した。破綻時の総資産は5513億円。 店舗数は65、従業員数は709人であった。また、東京証券取引所に上場する予定だった。高林坊に所在した本店は取り壊され、賃貸ビルディングが建設された。県内金融機関の総融資料に占める石川銀行のシェアは、破綻前でも5%程度。4割を誇る、北国銀行、2割の北陸銀行に大きく、水をあけられ。 脆弱な経営基盤であった。しかし、金融自由化の進展で、コール市場からの資金調達が容易となり、潤沢になった資金は、必然的に基盤が弱い地元ではなく、東京等の県外に、貸し出し先が向かった。手堅い小口案件よりも、一件あたりの融資額を、増やす方針を取り、頭取のトップ営業が白車をかけた。 特に1974年に開設した東京支店は大口貸し出し先を半ば一手に担当したが抱えていた老舗レストランの不良再建売却を機に福島交通グループと関係を深めて融資した500億円や1991年1月に倒産したマンション開発デベロッパーのパシフィックアトラス向けの融資50億円 都内の広告代理店ナショナルエンタープライズが所有していた千葉県木更津市マリアーツのゴルフ場カントリークラブザファースト向け融資金57億円などがことごとく不良再建化していった2000年3月期決算の不良再建の公表総額は1363億円2001年3月期決算の不良再建は1814億円に増加 さらに2001年の1月から3月にかけて行われた金融庁検査では指摘を受け、さらに半年間で不良債権は472億円増加した。当初の見込み以上に不良債権を追加指摘されると減額と引き当て金で財務は圧迫される。ただでさえ過去10年間の動向の自己資本比率は4から5%をさまよい。 同時期の、北国銀行は11%強、北陸銀行は9%半と比べても、大きく見劣りしていた。この金融庁検査の結果、自己資本比率がマイナスに転落することが判明すると、生き残りをかけ、石川銀行は、増資策で補おうとした。銀行の健全指標とされる、自己資本比率4%、これが目標であった。 2000年3月に引き続き、2000年4月の計3回、総額約371億円にも及ぶ、巨額の第三者割当増資を実施した。不可能とも思える1年余りで預金残高の5%を超える増資を達成できた理由は、顧客の預金を取り崩してもらうか融資を絡めて話を進めたためであった。そして、同行の元取締役や、 元頭取の親族が役員を務める関係会社の石川リース、北国実業党4社が大量の増資株を引き受けていた。その額は総額72億円にも及んだ。さらに銀行関連会社が大株主の上位に名を連ねた。だがその実態は取引先の英会話教室グループ、ノバの関連会社の銀河ネットであった。その額も 約59億円にも及んだ。ただしこれらの増資は、実際は融資した金額の一部が、増資引受原資に回っていただけであり、迂回融資による、身がかり増資であった。一連の増資策は所詮やけ石に水であった。続く2001年10月下旬から始まった異例とも、言える過去1年間に2回目の金融庁、特別検査では、さらに不良再建を、 追加指摘され、結局451億円も上積みされた。この結果、2001年9月期決算では224億円の債務超過、自己資本比率は連結で6.37%が、確定。2000年8月6日、預金保険法第74条第5項の規定による申し出がなされ、経営破綻した。生産決了時の代表者は代表生産人。 水谷明。解散までのもの。読売新聞、難パ線石川銀行破綻の功績2、カントリークラブザ・ファースト。読売新聞、難パ線石川銀行破綻の功績6増しと、大口引受先。読売新聞、難パ線石川銀行破綻の功績7、大手英会話学校の関係企業、ABCD 金融機関の、 破綻処理預金保険機構高木元東取に5年休憩休憩石川銀不正融資事件金沢地再公判。北国新聞2007年7月24日高木元東取実刑確定へ石川銀不正融資事件上告せず北国新聞2009年7月22日石川銀休憩エージンへの賠償命令確定破綻で38億円共同通信 http://www.47news.jp:/cn:/201304//cn20130425-01001949.html2015 <ッ>年5月26日閲覧。日本銀行総裁団は、石川銀行について、ありがとうございます。